悲しみに暮れる智子、小芝風花に、松平定信、宮舘良太から、贈り物が届く、大奥第8話あらすじ。俳優の小芝風花が主演を務めるフジテレビ系、木曜劇場、大奥、毎週木曜あと10時第8話が、今日7日に放送される。このほど、同話の場面写真とあらすじが公開された。同局連ドラとして2005年に放送された、大奥から花の乱以来、約20年ぶりに復活。愛をテーマにした、大奥史上、最も切なくて美しいラブストーリー。時は、江戸中期、景気は悪化の一途をたどり、日本国民は質素、倹約、勤労の日々を強いられていた。格差は広がるばかりで、人々はこの景気を改善し、国と国民を豊かにしてくれる将軍の登場を待ちわびる。そんな中、主人公、五十宮、智子、小芝は、第10代将軍、徳川家治、亀梨和也との政略結婚を強いられ、京から江戸城本丸にある大奥へ渡ると、そこには千人近くにも及ぶ将軍に仕える女性たちがいた。第8話あらすじ。急に産気づいた五十宮智子を心配し、徳川家治が駆けつける。子を産むにはまだ早い時期で、家治は智子に手を伸ばすも、その手を智子に退けられてしまう。そして、智子は子を出産するが、悲しいものとなってしまった。お千穂、森川葵に薬を渡して、智子に飲ませようとした、松島の局、栗山千明だったが、お千穂から薬を飲ませなかったと聞き、お千穂の本心がどこにあるのか疑う。その頃、松平定信、宮舘良太は隠密を相手に将棋を指し、最初にあらゆるものを奪ったのは、あの男だと漏らす。その思いが定信を突き動かし、家治の血を根絶やしにして、自らが幕府の中枢につくことへと向いていた。そんな折、なんと、お品、西野七瀬が解任する。お品の子を、将軍を次に遷都する、田沼を継ぐ、安田賢と、高田家、田中道子の息は上がる。一方、竹千代をめでるお千穂は、昇進の智子を気にしていた。家治も智子に会いに行くが、智子は今は和人にしておいてほしいと、深い悲しみに暮れていた。そんな智子に、定信から、贈り物が届く。その贈り物には、文が隠されており、智子を元気づけようとする内容だったが、定信は、新たな企てを仕掛けようとしていた。